ジュースです。リサーブ入った。いいリターンが入っています。出た。トップスピン。帰った。足元へ。もう一つトップスピン。もう一つ。トップスピンロブをミスしましたね。やっぱプレッシャーなんでしょうか。見てみましょうね。これが勝負かも分かりません、はい、信じられないっていうことです。初めてラケット投げましたね。何をやってるんだ。あですからそのデータを持ってる人の方が有利に決まってるわけですよね。はい、あギリギリ入っていました。これもミス。まあ、結局あんなのをミスしてしまったり、さっきもありましたよね、サービスのすっぽ抜けもあったし、はい、考えられないですよね、ミスが。ああいうのっていうのはね、選手にものすごいトッププレーヤーというのが自分でミスを犯すと恥なんですよね。なんとこんなはずはないのにっていう、これだけのお客さん見てるところでね、こういうミスショットをするとね、ガカッときますよ。これはちょっと信じられない。たった一本のミスかもしれないけどもね、これは全体の流れに非常に響いてきます。はい、くるロブです。ハイロブですね。一回落としてグランドスマッシュ。おっとっと、あの辺もね、グランドスマッシュもうまいんですけどね、あのエドバーグはね、ちょっとタイミング合ってないエドバーグのコーチですね。That was quite a get by McEnroe. Almost too much time for Lindell to thinkThat went over. Tough ball to pick out of the sky. I'm surprised he didn't bounce that. It certainly was high enough that it would have taken a favorable bounce. 見せています。決勝進出が今年で7年連続ということになっています。3連敗の後3連勝。今日勝ちますと US オープン4連覇ということになります。あっとネットにかけました。レンドル昨日はこの同じスタジアムコートで、あの西サーブプラスフォアハンドバックハンドの強さがあるんですが、あのイランデルの場合はやはりストロークが中心ですよね、はい、でその分ちょっとレンドルのパワーに押されるという感じになってしまうんですが、松下さん、はい、佐藤さん、あのレンドルのコーチのトニー・ローチさんの、はい、あの話なんですが、まあ、レンドルは今精神力、体力ともに 5セットフルにやっても少しも落ちない、衰えないほど強いと、でそれを破るのは他の選手がよっぽどラッキーでないと難しいと、そういうふうに自信を持ったことを言っています、はい、ドロップショットからの応酬になりますが、これはどうでしょう。ロブが入っています。ユランデルが返します。場内から大きな拍手。連続のグランドスマッシュアウト。いやー今のロブをよく返しましたよ ね、はい、ね、イランデルサーブをどっちに打ってくるんでしょうか。フォアに打ってきました。十分に溜めて打って連続フォアボレー返したビランデル。スマッシュ返します。もう一回ネットに詰めるレンドル。また返った。もう一度スマッシュアウト。デュース、レンドルがなんか壁打ちをしているような感じです ね、 そうですね。世界のナンバーワンでもこういうミスをするんですから、まあ、普通の人がミスをしてもしょうがないですね。なんとなくホッとする気持ちもいたしますが、はい、ましたね。攻撃的なテニス、やっぱりね、サンプラスではね、自信なくすとね、やっぱりちょっと速くなりますよね、うん、そうですね。おお、これはすごい。まあこれ今のは彼、あの普段あのよく皆さんご存知、はい、スラムダンクのシュート、あのスマッシュみたいにやるんですけども、それよりもちょっとペースの速いボールに対してトライしたんですよね、うん、であんまりジャンプしなかったんですけれども、ちょっとね、さすがのサンプラスもちょっと無理しましたね。そうですね。